ウォルター・クルーガーは、アメリカ陸軍の軍人、最終階級は大将。西プロイセンで軍人の子として生まれ、後にアメリカに移ったドイツ系アメリカ人。第二次世界大戦期のニューギニアの戦い及びフィリピンの戦いにおいてアメリカ第六軍を率いて日本軍と対峙し、これを駆逐した。陸軍士官学校卒業生ではなかったクルーガーは、 一回の兵卒から大将に昇進した最初のアメリカ陸軍の軍人でもあった。ナチスドイツにおけるドイツ国防軍のバルター・クリューガー総攻兵大将や武装新兵隊のバルター・クリューガー新兵隊大将とは全くの別人であるが、が代用表記で上と記された場合には同じアルファベット表記となる。ウルター・クルーガーは百八十一年一月十六日。 ドイツ帝国西プロイセンのフラ島に地主の息子で不屈戦争に従軍した軍人のユリウス・クルーガーと妻アンナの間に生まれる。ウォルターが8歳の時にユリウスが亡くなるとアンナは3人の子供を連れておじのいたミズーリ州セントルイスに移り住み再婚後にはインディアナ州マディソンに引っ越した。1898年6月17日、クルーガーは 高等学校の仲間と共に、第二義勇不評部隊に入隊し、米西戦争に参加する。サンティアーゴでクーバに到着して、サンファンヒルの戦いを戦い、1899年2月に部隊から離れた後は、オハイオ州で土木騎士となる。しかし、間を置かずして1899年6月に勃発した米秘戦争は、クルーガーを兵士として呼び戻した。 第12不評連隊に入隊したクルーガーは、アーサー・マッカーサー・ジュニア少将率いる第2不評師団の一部として、エミリオ・アギナルド率いる反乱軍と対決するために、フィリピンに渡り、第12不評連隊はアギナルドを追って、アンヘレスからタルラックを経て、ダグパンとルソン島中央部を縦断して進撃した。この米秘戦争の最中に、クルーガーは軍曹に昇進し、 ついで1901年7月1日には少位に任官してマリンル家の第30不評連隊に移動した。1903年12月、クルーガーは第30不評連隊と共にアメリカに帰国し、翌1904年9月にはフィリピンで出会ったグレース・アイリーン・ノーベルと結婚した。グレースとの間にはジェームズ・ノーベル・クルーガー、 ウォルター・クルーガー・ジュニアを及び1913年1月24日に生まれたドロシー・ジェーン・クルーガーの3人の子供を設けた。ジェームズとウォルター・ジュニアは共にウェストポイントに進み、ジェームズは1926年組、ウォルター・ジュニアは1931年組であった。ドロシーは、オーブリー・デビッド・スミス大佐と結婚し、軍人一族としての枝を伸ばした。1904年、クルーガーは、 カンザス州レブンワーストリーデにある不評、騎兵学校に進み、1907年にはアメリカ陸軍式幕僚大学に進んだ。フィリピンへの二度目の赴任の後、クルーガーはレブンワースにおいて語学教師を務め、英語とフランス語と同様に話せるスペイン語及びドイツ語を教えた。語学のみならず、規律と訓練及び軍事史学についてもたけていたクルーガーは、 これらについても教えることがあった。特にドイツ帝国将校、ウィリアム・バルックの戦術をはじめとするドイツ帝国軍関連の著作の翻訳をいくつか手掛けた。1914年の第一次世界大戦勃発後、クルーガーはドイツ帝国軍のオブザーバー職を提示されるが、家族を重んじてこれを辞退し、代わりにペンシルベニア陸軍周辺大不隊に、 配属された。1916年6月23日、ジョン・パーシング大佐によるパンチオビリア遠征軍の一環として、第10不評連隊は10月からメキシコ国境地帯に5ヶ月間配備された。アメリカの対戦参戦後、クルーガーはキャンプザカリー・テラー・チュートンの第84不評師団のスタッフに加わり、作戦部門の副主任となった。 1917年8月5日に主任に上がり、翌1918年2月にはフランスに赴き、ラングルの遠征軍幕僚大学に入る。1918年5月、大学のスタッフはフランスからの帰国を命じられるが、クルーガーは第26不評師団のスタッフを兼ねていたので、残留した。フランス陸軍は、クルーガーがドイツ系であることを理由に、 第84不評師団と共に帰国することを要求し、1918年8月に至って、これに従った。1918年10月からは、戦車隊の参謀を務めた。間もなく大戦は終結し、クルーガーは一時的に大佐に昇格して、第6軍団と第4軍団の副官となる。1919年、クルーガーはフランスでの軍港により、 陸軍主君賞を受賞した。対戦後、1920年6月30日付で、クルーガーは、高級的な地位としての大座に昇進。ジョージア州、ホートベニングのアメリカ陸軍不評学校とカンザス州、キャンプファンストンチュートンの第55不評連隊司令を歴任の後、陸軍大学校を受講して1921年に、卒業後も引き続き学校に残って、 講師を務めた。1922年から1925年までは陸軍参謀本部入りして戦争計画部門を担当。1927年、クルーガーはアメリカ陸軍航空隊を志すも飛行教官だったクレアリーシェンノーと注意によって落第となった。その前年の1926年にはかねてから受講してた海軍大学校を卒業し、 同校においては1928年から1932年までの間講師を務めた。1932年から1934年の間、クルーガーはジェファーソン・バラック中トンチの第六不評連帯司令を務める。その後は戦争計画部門に戻り、1936年5月からは部門のトップに就任した。 1936年10月に臨時に順勝に昇進の後、1938年6月に、ホートジョージ・ジー・ミードの第16不評旅団司令官となる。1939年2月に少々に一時昇進の、後はホートサム・ヒューストンの第2不評手団を指揮し、1939年10月には第8軍団司令官となった。1941年5月、 クルーガーは臨時に中将に昇進し、第三軍と南部防衛司令部の司令を兼ねる。クルーガーはこの2つのポストで第二次世界大戦参戦を迎えることとなった。1943年1月、クルーガーはオーストラリアに赴いて、新編成の第6軍の司令官となる。第6軍の下には、第1軍団、第10軍団、第14軍団及び、 第24軍団がおり、クルーガーの第6軍はこれら4軍団を中心として、日本軍と対峙することとなった。第6軍は、カートホイール作戦の主軸として、ウッドラーク島及び霧々な確保のクロニクル作戦を、手始めに、ニューブリテン島アドミラルティ諸島の戦い、アイタペの戦い及び、モロタイ島の戦いと、飛び石作戦で攻め上り、 1944年10月からのフィリピンの戦いでも例て、ミンドロを経てる孫島と日本軍を追い詰めていった。一連の戦いの最中であった1943年11月、クルーガーは最高機密部隊としてアラモスカウトを編成し、戦線に投入した。部隊名はテキサス州サンアントニオのアラモ殿堂所にちなみ、クルーガーは小規模な士官部隊のアラモスカウトに、 高度な訓練を施し、敵人を奥深く入り込ませて、情報収集や戦術的な偵察を行わせて、第六軍の上陸作戦などの助けにした。1945年3月、クルーガーは4つ星の大将に昇進。日本が降伏した後の1945年9月には、日本に進駐して、占領行政の一翼を担った。 1946年1月に一旦中将の地位に戻るが、1946年7月に大将の地位をもって退役した。引退したクルーガーは、初めて家を買い求めたサンアントニオに移り、1953年には、カイコロク・フロムダウンアンダーツー日本、ザストーリーオブザシックスアーミー・イン・ワールド・ウォー,ツーを執筆して出版した。クルーガーの引退生活は、 家族の不幸が相次いで穏やかではなかった。まず長男のジェームズが将校にふさわしくない行為を行ったとして1947年に陸軍を追われ、妻のグレースは健康が優れず1956年3月13日に亡くなった。1952年には娘のドロシーが夫で 日本に滞在中のスミスをナイフで刺し殺すという事件を起こし、軍法会議において有罪の評決が下されたものの死刑と就寝の重労働の刑に3秒ずつ分かれて、全会一致とならず結論が出なかった。しかし、1955年に合衆国際公裁判所は民間人に対する軍法会議が違憲であると判決を下し、ドロシーは釈放された。 合衆国際交際は海外に駐留するアメリカ軍軍人とその扶養家族に対する軍法会議の管轄権の問題について1956年の時点ではドロシーに対する有罪判決に有利に作用したと考えられたが翌1957年になって一転有罪判決は翻る,ることとなった1962年サンアントニオに クルーガーの名前を冠したクルーガー中学校が設立された。最晩年のクルーガーはサンアントニオを離れてペンシルベニア州バレー法人に移り1967年8月20日に86歳で没した。クルーガーは家族と共にアーリントン国立墓地第30区画に埋葬されている。フィリピンの戦いを扱った2005年公開の映画 ザ・クレート・レードにおいて、デールダイが、クルーガー役を演じた。この映画は、悪名を馳せた日本軍の金閥案収容所から、アメリカ人捕虜を救出した、あまり知られていない実話に基づいた作品となっている。ありがとうございます。